悲願のリーグ発部位を飾った川崎 F が10日、川崎市内で優勝パレードを行った。U1 選手権、旧東アジア杯に招集された日本代表選手5人、小林、安倍、大島、車屋、谷口、すでに帰国したブラジル人4選手、ハイネル、エドアルド、エドアルド、ネット、AUC ーニを除く全選手をはじめ、鬼木監督以下全スタッフが参加。 川崎市役所第三庁舎前から川崎駅前の交差点、約1キロをオープンカーに乗って優勝を報告した。関係者によれば、1993年に J2 の東京 V が V 川崎時代に行ったパレードでは数百人程度だった沿道のファンは、この日約5万人。パレード時間はわずかだったが、クラブ創設に11年目の悲願達成に、川崎駅前がまさにフロンターレカラーに染まった。 川崎 F の発部位を祝うかのように、この日は快晴。シーズン中は雨が多かった今季だが、川崎市関係者も、今日の空の色はまさにフロンターレ色と笑顔で語った。バスに乗った瞬間にテンションが頂点になったと振り返ったフロンターレ一筋15年目で上い体幹の MF 中村健吾を、37は、バスに乗り込むと、やっと素晴らしい報告ができました。 ああ気持ちいいからスタジアムの景色、今日のバスの上からの景色、これが見たかったです。15年、この景色を見るためにやってきたんだなあ、とと初部位の喜びを改めて噛み締め、一回味わったらまたやりたくなったトライ機のさらなる飛躍を誓った。